な男たちを紹介。まずは新選組史上最大の事件を巻き起こす伊藤鴨太郎。キング豪華キャスト編。新たなキャストとして登場するのは三浦春馬。チームに入れてもっと熱くなる。かっこよさでは沖田に引けを取らない伊藤鴨太郎を演じる三浦春馬。自ら演出することもあったとか。いや、なんかスカーフで刀拭き手っすって言うから、はい、うわ、三浦さんアイディアは。そうなんですよ、はい、そうなんだ。なんだよ、なんだよ、やってるんだ、そういうの。何でしょうか。そういうことかよ。めっちゃ見てたかったんだ。俺その頃将軍の頭引っ張ってた。土方藤四郎、そして別人格エタレオタクト C 役柳楽優弥さん。新選組参謀として政治面で活躍する一方、剣の腕も一流という才人伊藤鴨太郎役三浦春馬さん。表の顔は音楽プロデューサー、しかし裏では高杉率いる武装集団騎兵隊に所属、川上万歳役久保田正孝さん。一番大隊長、新選組唯一の剣士、そして超絶腹黒毒舌ド S、 沖田総合役吉沢亮さん。さらに新キャスト伊藤鴨太郎を演じる三浦春馬の不満も問う。まあ、皆さんおっしゃるのは、その盾のシーンによく寝てると監督の言い分も分かるんですよ、はい、自分が、うん、まあ、盾にはね口出せないから、はい、ちょっとうとうとっとしちゃうのはまあ分かると、100歩譲って、はい、あるシーンでですね、うん、荒涼とした広い敷地で車に乗っている柳楽君や僕のそのセリフを通るっていう、まあ、結構こう危険なシーンですよ、うん、まあ、並走してその助手席に監督が、まあ、大きな体をねちゃんとこう小さくして乗ってるんですけど、小さくしてるなと思ってよーく見たら寝てるんですよ。これでもあん時すっごい車止まった時に起きてるふりした。むしろ私起こしに行ったじゃないですか。優しい。銀魂2メイキング豪華キャスト編。2017年ナンバーワン大ヒットの銀魂、ついに続編公開。今回の物語は新選組動乱編と将軍接待編のハイブリッド超大作。新たなキャストとして登場するのは三浦春馬、久保田正孝、勝地涼、徳川重重だ、夏菜、キャバ嬢になれ、そして堤真一。今度の銀魂はもっと笑えて、もっと泣けて、もっと熱くなる。平成最後の夏は銀魂。お前本当になんかされねえな。僕らは完全無欠じゃない、原型を愛せるわけでもない、この無様に移ろう形を、気に呼べばいい。 Hey!
じ時を過ごしたのが運の月縁が目に見えりゃもうきっと腐ってる言葉にそう面もそう仏の顔だって三度までを天文学的に超えてくる華麗なステップで僕らは完全無欠じゃない原型を愛せるわけでもないこの無様に移ろう形を安い化けの顔噛みつき合い剥ぎ取り合って
で茶化した瓦礫の上、同じものを欲しがって同じ時を過ごしたのが運の月。縁が目に見えやもうきっと腐ってる。言葉にそう面もそう、仏の顔だって三度までを天文学的に超えてくる華麗なステップで、僕らは完全無欠じゃない、原型を愛せるわけでもない、この無様に移ろう形を、安い化けの顔噛みつき合い剥ぎ取り合って、ただやっぱりそれだけでは、おこがましい話ですが、自分がこの役どころをやらせていただくにあたって僕自身がつまらないなっていうふうに思ってしまうので、やっぱり僕がやるからこその、トライアルっていうものをさせてもらいたいなっていうことで、例えば伊藤鴨太郎のそのキャラクターっていうのは、その芹沢鴨と、そして伊藤貸太郎から来ているっていう風に伺ったので、なのでその2人の共通点として、無類の酒好きだったっていう風に伺ったので、なんかそんな部分を少しでも、宴会のシーンがあったんですけれども、そのシーンでそんなエッセンスを少し出せていけたらいいかなとか。訓練が激しすぎたから衣装脱がされてたよ、脱がない間に。あの、実は刀を使ってのその盾っていうのは僕映像で初めて。嘘つきました今。違うな。映画では初めてで、なので、そして久しぶりだったっていうことも含めて、やはり体に力が入っていたっていうのもありますし、なんかそんなことも含めて学んでいくような、そんな現場でもあったから、個人的にはもちろん最善を尽くして現場で演じさせてもらいましたけれども、スタート！はい、カット！
ただいまのカットをもちまして伊藤鴨太郎役三浦アルマさんもラップでございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。本当に楽しみながらこの伊藤鴨太郎を演じさせていただきました。なんかこう、もし続編があったら、もし続編があったら俺出れねえじゃんっつって方針出るしそう、それぐらいでもなんか本当悔やまれるぐらい楽しい現場だったので、もうそれは本当に皆さんのおかげです。ありがとうございました。せずとも気持ちだったりとか多分相性あったんだと思うんですけど、田淵さんからもし合わないようであればもう先にお互いの呼吸をこうお互いアイコンタクトして合わせとけっていう風に言われるんですよ。そうです。だからそれってすごい目から鱗だなと思って、でもそれはなんかこう別にそういうことをしなくとも今回すごく相性が良かったんだろうなと思いました。2人とも自分がすごいかっこいいことやってるっていう認識でいたよね。そうそうそう俺が覚えてるのは2人の盾取ってる時にはいカットっつって取られる。2人にめっちゃダッシュでモニターチェックするそうだったっけか。うわかっこいい。恥ずかしいね改めて。お二人超恥ずかしいね。大事なことだと思いますけど、ねはい、この人もそうです。あ